散々連れ回しやがって、こんな薄暗いところに来て何か意味があるのか。なんだ、恐ろしいのか、歌姫ともあろうものが。ふざけんな。やっ、やっ、you
では最後の力試しだゼロ。は？何が？我を倒し貴様の力を見せてみよう。さすれば貴様の願い通り、この最強の竜であるミカエルが友となって、花がもたらすいかなる困難をも共に乗り越えてみせようぞ。なんだよその暑苦しい話は。だいたい友達になってくれなんて頼んでない。参る。ちょっと待て、頼んでないぞそんな話。だいたい君は最強でも何でもないだろう。いや、最強に間抜けな気がする。ごちゃごちゃとうるさい。死にかかれば食らおい。あーくそ、なんだこの展開。その程度か、呪われしに会うかい。いや、なんか全然モチベーションが高まらなくて。真剣に来い。勝てた人間の分際でドラゴンたる我に失礼だぞ。この火球が跳ね返ってきたら燃え死ぬだろ。いつの間にか私はミカエルとの会話を楽しんでいた。人は一人では生きていけないという話をよく聞くが、ミカエルによると竜もまたそうらしい。一匹でいるのは死んでいるのも同然だと何かのついでに語っていた。一匹でいることに孤独を感じる竜がいるなんて信じがたいが、少なくともミカエルはそうだった。あいつはバカで正直だったから、私にもそうであってほしいと願っているのが、よく伝わってきた。あ、大丈夫か？奴らのかけていっぱいか。今から貴様は、5人の妹たちを殺すのであろう。この程度の戦いに加減して、なんとする。それはそうなんだけど、数千年を超える時を経て、愛する者も信じた者もいなくなり、我のもとに残されたのは孤独だけだった。もう二度と人と関わるまいと思っていたのに、なぜゼロに関わろうと思ったのか、自分でもよくわからない。もしかしたら何かを期待していたのかもしれない。私を世界
くやるではないか。人間ごときに興味などないが、約束通り共に戦ってやろうぞ。これもまた一個。それを言うなら一強だ、ミカエル。それがミカエルさんとの出会いだったんですね。ああ、というかいつ家に入ったんだお前たち。ま、それはいいじゃないですか。そうやってあまりリュウに感情移入すると後がつらいですよ。大きなお世話だ。そもそも感情移入なんてしてない。でもあなたの観察記録にはミカエルとの接触後に笑顔が増えたとありますが。そんな細かいことまで覚えてない。ミカエルさんってすっごく面白いんですね。威厳を保ちたいのにそれを担保する知性が足りないなんて、母性本能をくすぐられちゃいますよね、ゼロさん。いや、全然そんなことないけど。で、例の最悪の分岐とやらはどうやったら回避できるんだ。それはまだ分かっていないんです。分かっていないのに忠告しに来るなんてバカなのか。どんな状況でも情報を集めるのは悪いことじゃないですよ。いやー、ドラゴンも人間も面白いな。何としてもフォールダウンは回避してもらいます。観察と記録が私たちのお仕事ですから。お前たちの話に乗るわけじゃないが、この花のケリは自分でつける。花の破壊にあなたが失敗したら、残念ながら私たちは得意点であるあなたを殺して分岐を封鎖します。失敗なんかしない。余計なことをするなよ。邪魔したらお前たち全員殺すからな。すごい自信ですね。そこまでミカエルさんを信用しているんですか。信用なんかしてない。私はただあいつがバカだと知ってるだけだ。バカだからあいつは嘘がつけない。何度失敗しても最後には約束通り私を殺してくれるだろう。それを信用しているって言うんじゃないですか。うるさいな。ミカエルを信用したことなんて一度もない。竜のくせに言い間違いをよくするようなバカを誰が信用するものか。ふざけてばっかりだったな。私たちは本当に楽しかった。だけどたまにミカエルは不思議な表情をしていた。楽しそうな、寂しそうな。ミカエル、私ももうすぐそっちに行くからな。歌姫と戦うことを決めた夜、竜は夢を見ました。その少年は昔共に戦った友達でした。竜は震えていました。
再び戦うことの恐ろしさに、再び失うことの怖さに。少年は何も言わず、壊れた世界に向かう竜を。